Mecca? Mecca. With that, let's get started, buddy. ストラクチャーを移動させるためのブースターだ。噴射に気をつけないと。輸送機を守れ。民間人が脱出するまで何としても持ちこたえろ。ただの指揮官機が選べりやがって。この援軍艦、さっき防衛線まで撤退しろ。ストラクチャーの位置を元に戻さないと。ここにはまだ閉じ込められた民間人がいるんだ。
一気に奴らを叩き潰す。貨物艇と遭遇、撃ち落とすぞ。
中央広場だ。総員そこに集合せよ。ランディングゾーン確保。これより CG キャノン搭載型ラウンドハンマーを投下する。一丁暴れてやるぜ。地上部隊は該当機を援護しつつ前進せよ。陸戦型の新型ラウンドハンマーか。叩き潰す。目の前、これが中央広場最後の敵拠点だ。気を引き締めな。敵の火力はでかいぞ。回避に専念しろ。よくやった、地上部隊ども。あとはこちらに任せろ。近接航空支援隊、中央広場を制圧した。あとは敵の残党狩りだ。これ以上は持たない。カットへ撤退して再編成するぞ。俺が時間を稼ぐ。先に建設区画へ向かえ。ユグドラシルは必ず俺らの手に。ここまでとは。強化ゲートか。どうやって突破する。やいやい、あたしに任せな。玉切りか。お前らは前進を続けろ。ユグドラシルの全てを取り戻してこい。敵勢力が再集結を始めた。油断するなよ。
数の敵機が接近中。戦闘配置につけ。諦めんな。ここを死守しろ。シグナルに反応だ。エドガーはこの近くにいるのか。気をつけろ、また敵襲だ。くそ、こいつらどこにでも湧いてきやがる。仕事だの任務だのってお前スティールドンのやったことお前も見ただろ。何も感じねえって言うのかよ。俺たちは傭兵だ、立場は関係ない。タレザ、なんでお前まで、なんで俺の思いを分かってくれない。倒さない限りな。やるしかないか。思う存分殺し合おうじゃねえか。正面突破する。とりゃ、クロスブラスター一緒にするな。てめえこそ俺をスティールドーンの連中と一緒にすんじゃねえ。俺には俺の信念がある。信念だと。このユグドラシルの下にあるのは俺の故郷フ
ヘルブンサーだ。あの町の人々は大昔から地球圏の奴らの圧政に苦しんできた。俺があの町を解放しなきゃならねえんだ。ユグドラシルを奪い、俺たちの力を上の連中の頭に叩き込んでやる。こうするしかあの町は救えねえんだ。ボルフェス、そんなやり方では。カーレツァ、てめえには何もわかるまい。おりゃクロスブラスター。てやっ、うん、ふっ、おりゃ。何者だ？所属を言え！自爆した？何がおかしい？まさか！全員逃げろ！このエネルギー反応は…やばい、これはマジでまずい。逃げろ、タルさん！
ンティア14号監視所へようこそ。システムセルフチェック開始。エネルギーシステム正常稼働率 42%。 酸素循環システムエラー。酸素残量使用可能時間計算中。SOS を発信中。何者？ボルレス。なんで、てめえが。おい、他に生き残った奴は。外がどんな状況かわからないのか。答えろよ！自分が何をやったかわからないのか。違う。俺じゃない。早く気づくべきだった。こんなに見えすいた罠。死んだ俺の仲間もあの町の人々もみんな死んじまったんだ。あのメカが持ってきた装置何か知ってるか。スティールドーンだ。この前、奴らが鉱山から奪ってきた。こんなところで使われるなんて。これは火星の同胞たちよ。私はスティールドーンのリーダー、ゼクサ・ノーマットだ。ゼクサ、この野郎。残念だが、諸君らに秘宝を伝えねばならん。今日この赤い大地にてまことに恐ろしい惨劇が起こったのだ。我らが最大の植民地フェルブンサーは壊滅的な災禍に見舞われた。連合軍どもが傭兵相手に引き起こした戦闘によってだ。電波ジャックか。かのユフドラシも何千万のフェルブンサーの大群さもこの災禍によって全て怪人に来た。勝利を得るがためには民草の命など眼中にない連合軍。キャツらにとって邪魔ならば叩き潰される我々は虫けらにも等しい。おそらくフェルブンサーの悲劇は始まりに過ぎないだろう。ボルフェス。我らスティールドーンは諸君らに約束しよう。火星圏の自由を。あの忌々しい火星を取り除くため作戦を開始する。そして空の彼方でのうのうと暮らしている連中にも我々への態度を改めてもらおうではないか。あのイカレ野郎は最初から俺たち傭兵をユグドラシルに向かわせたのはそういう。傭兵に濡れ衣を着せ、ついでに口封じか。共に戦った仲間たちはみんな希望が見えたと信じて、その結果が畜生！
流れた血の代償は血で償わせてやる。お前どこへ向かうつもりだ。俺にはやるべきことがある。お前はここでぼんやりしてりゃいいさ。どうせ軍の奴らが迎えに来るだろうが。サンダーボルトは UNF に引き渡した。今戻る。ここは兵士たちの墓地か。すまない、エドガー、お前の遺体を見つけられなくて。この火星の大地のどこかでどうか安らかに眠ってくれ。これからもお前に会いに来るよ。あそこにいるのは。切るな、注意。ヨヘイカ、ここで何をしている。通りかかっただけだ。この墓は同僚よ。数年前に殉職したの。火星圏がこんな状況じゃ、あなたたちも撤退するんでしょ。契約は遂行したからな。傭兵は傭兵ってとこね。私を捕まえたのも
金のために働く傭兵、そして私を救い出したのもまた金。戦争と人の命はあくまでビジネスの道具、それゆえに契約以上の責務を負うことがない。軍人は人々のために自分の命さえ投げ打つのに、最後に行き着くのは空っぽの墓。何も残らなかったのか。いいえ、残してくれたものはあるわ。命と引き換えに得られた平和が。軍人にとって一番の使命は平和を守ることでしょう。平和。まあいいわ、こんなこと言ってもあなたにはわからない。タレさん、もうすぐ出発です。至急お戻りください。ああ、今行く。すまない、キルナ注意。俺はもう行かなくては。行きなさい、キルナ注意。何？いや、何でもない。では。こちらオルクス管制センター。そちらの編隊を捕捉した。オプティカルトラッキングオールグリーン、テレメトリー信号オールグリーン、航行軌道へ切り替える。ヒトヒト丸々秒経過。各ユニット補助ブースター分離。サンダーボルト、タレサ、これより光線区域に突入する。作戦開始、各機3回。
後方に敵。ファルコン6が撃沈、後方より大型デッキ。さながらアリノゴ。後ろを取られた。早いな。しまった。警告、複数箇所にエネルギー漏洩を検知しました。俺はまだ生きているのか。早く戦場に戻らないと。ブースターもダメか。こちらタルサ、司令部に報告。敵の攻撃を受け、戦闘区域外にて漂流中。救援を求む。オーバー。繰り返す。こちらタルサ、司令部応答せよ。敵の攻撃を受け、戦闘区域外に漂流中。救援を求む。オーバー。生命維持システム機能損傷、予備酸素残り20分。俺もここまでか。みんなすまない。フェニックスか。タリさん、無事ですか。ソーダッシュ、相対速度を維持せよ。整備班、準備しとけ。直ちに回収作業に入る。みんな、6時方向、フリゲート艦が急速接近。敵艦だと？一体どこから？何をぼーっとしてる？早よ反撃せい！なんだと？フリゲートのくせに生意気な！敵艦に命中、目標中破。このまま全速を維持、一気に敵陣を突破するわよ。両舷ともに4速で前進。手法一発で儲けが全部吹っ飛ぶわ。私が命令するまで使うんじゃないわよ。デブリ隊に突入します。複砲で道を切り開け。デブリ隊にて多数の敵機を捕捉。かかってきなさい。弾幕を展開。って弾幕熱すぎ。何やってんの。ちょっとは節約しなさい。敵機接近中。対空ミサイル用意、発射。弾幕を張れ。敵を近づかせるな。行こう。発射準備。せやばいよ。
対艦部隊を確認。迎撃か。大型ミサイルを避けろ。バリアか。あの身の程知らずな船を落とせ。あ、このままでは避けきれません。もっとでかい火力が必要だ。ナンシー。ああ、もう分かったわよ。破りかぶれよ。手法よーい。了解。手法磁気バレル展開。メインスラスターへのエネルギー供給を停止、管制巡航に入れ。エネルギー充填率70、90、100%、120%。臨界長超過。低収束重粒子砲。へえ。なんだこの火球。アバンドンシップ。敵艦沈黙しました。うん、商売上がったりよ。だが少なくとも生き延びたわけだ。安いものさ。警長、耳かっぽじってよく聞きなさい。現状を最大限利用し、あのスチールドンとやらを思う存分蹴散らす。エドチ、イエスマン。今後の戦いは簡単にはいかないわよ。総員、気をよく引き締めてかかりなさい。ナンシー、わかった。イエスマム。
Alright, with that, we're going to end the video right there. I hope you enjoyed it. Hope you see you again next video. Make sure you like, subscribe, because helps out the channel. And I'll see you in the next one. Peace. Like and subscribe. Yeah, I messed that all up. Peace. Catch you later.